バスはアメリカ合衆国メイン州南西部のサガダ北軍に位置する市であり、同軍の軍庁所在地である。2010年の国勢調査では人口8514人だった。ケネベック川の三角港が作る良好のある通貫手続き地である。市内には19世紀の建築物があり、多くの観光客を集めている。アメリカ海軍の軍艦を建造してきた。 バス鉄工所があり、また、毎年7月4日の建国記念日週末に催されるヘリテージレイズフェスティバルが有名である。バス市は、ポートランドサウスポートランドビデフォード大都市圏に属している。バスとなった地域は、アベナ貴族インディアンが、サガダ北と呼んでおり、大河の加工を意味した。ケネベック側のことを言っており、 1605年にはフランス人探検家のサミュエル・ド・シャンプランがここを探検していた。1607年には下流でボパム植民地が設立され、セント・ジョージ・トリデが築かれた。この開拓地は厳しい気候と指導力不足のために失敗したが、その開拓者は新世界では初めてのイギリス人造船校による海洋航行船舶バージニア・オブ・サガダ北を建造した。 その船でイングランドまで戻ることができた。バスの街の大半はイングランドのバースからの旅人が入植した。サガダ北で次の入植は1660年頃であり、ロビンフットと呼ばれるインディアンの州長から土地の権利を購入した。1753年にジョージタウンの一部として法人化され、1781年2月17日にはそこから分離して、 独自の町として法人化された。郵便局長ダマースーウェルがイングランドのサマセットにあるバースにちなんで町名をつけた。1844年、町の一部が分離して、ウェストバスの町が作られた。1847年6月14日、バスは市として法人化され、1854年には、軍庁所在地に指定された。1855年には、 ベストバスから一部の領域が併合された。市内では、製材業、製鉄業、製造業が、氷と石炭の交易を伴っていくつかの産業が、発展した。しかし、1743年に、ジョナサン・フィルブルックとその息子たちが2隻の船を作った、時から造船業で知られている。その時以来、この地域で、約5000隻の船が浸水され、 一時期は200以上の造船会社があった。19世紀半ばまでに国内第5位の開港となり世界中の港に行ったクリッパー船を製造した。市内で最後の木造船事業はパーシースモール造船所であり、1971年にメイン海洋博物館がその資産を保存するために取得した。しかし、最も有名な造船所は1884年に トマス・ W ・ハイドによって設立されたバス鉄工所だった。これまで数百隻の木製、構成船を建造しており、その大半はアメリカ海軍の軍艦だった。第二次世界大戦ではバス鉄工所から17日に一隻の割で新造船を浸水させた。この造船所は地域の主要雇用種であり、現在はジェネラルダイナミクスの一事業部として運営されている。 バス市には、連邦様式、ギリシャ復古町、イタリア様式の建築物で知られ、中でも1858年建設の税関や、アミビーヤングが設計した郵便局が知られる。バス市は、日本の青森県、シャリキ村と姉妹都市である。1889年に、バスで建造されていた、湿布のチェスボローが、台風のために、シャリキ村近くで座礁した。 この時に、シャリキ村の村人が、懸命の救助活動を行ったことが縁で、姉妹都市が結ばれた。1999年の映画、メッセージインアボトル。1993年の映画、顔のない天使は、バスで撮影された。バス市は、北緯43度54分59秒、整形69度49分21秒。 北43.91639度整形69.82250度、43.91639-69.82250に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は13.22平方マイルであり、このうち陸地9.10平方マイル、 水域は4.12平方マイルで、水域率は31.16%である。カスコ湾の奥にあり、ケネベック川が市内を流れている。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2013年登録有権者数、エルディション校舎、1794年建設。 絵は1911年の姿佐賀ダ北、バシュワシントン通り、1914年図書館、公園、1917年旧市役所、1909年。ありがとうございます。